きづらい系シンガーソングライター風見静香、47都道府県顔を上げていこうの旅。ただいま2019年8月14日になりました。風見静香30になって3ヶ月2ヶ月ですね、2ヶ月目でございます。ただいま朝の7時半ぐらいかな。朝早くですね。今日はどうしてももう広島に来たらここは来たいというですね、尾道天光寺へやってまいりました。素晴らしいね、景色を、もうすでになんかもうね、いい景色な感じになってきておりますが、素晴らしい景色を皆さんにお届けしたいなと思ってるので、今日も最高に楽しい一日にしましょう。顔天光寺、中国観音霊場なんだ。私ですね、何年前だろう、前もね、尾道来てここは寄ったことあるんですけども、広島の尾道がほんとめっちゃ好き で、やっぱね、お寺に行くのはやっぱね、朝早くが絶対いいんですよ。ましてやね、今お盆シーズンなんで人がいっぱい来る前に私ちょっと行きたいなと思って今日は早起きしてきましたが、もう7時でこの暑さってやばない？いやー、わー、懐かしい、久しぶりですね。なんかやっぱ BGM 欲しい。わー、見て、めっちゃ超かわいい、スバルか、わからん。わー、もうセミの鳴き声すごっ。もう本当に本当に超いい景色なんですよ。もうね、ここはマジで誰かと来たい、一度。いつも一人ぼっちなんでね、いつも一人でここ黄昏れてる場所なんですけれども、それでは行っちゃいますか。私が一番好きな尾道の天光寺の景色まで3、2、1、どうぞー。てってれー。わー、やっぱりあれっぽいよね、この間の和歌山のとこちょっと似てるよね。そして、あ、お腹が空いた私は。ここがですね、こちら鼓見える鼓はつってですね、岩の上を小石で打つとポンポンと、太鼓のような音がするポンポン岩と言われてるんですけれども、果たして本当にポンポンとなるのか。こちらですね、なんかハンマーがこうやってなってるんですけど、うわ、ずいぶんすり減ってる、すごい。早速行ってみたいと思います。行くぞ。あれ、あれ、あ、でもほら、ポンポンって。はい、ちょっと分かりづらかった。なんかもっとポーンってなるような感じだった気がするけどな。うわー、もうほんと超いい景色、これは最高でしょ。もうね、ここで1時間ぐらい私前来た時もずっと一人でぼーっと黄昏れておりました。今日も黄昏れようかな。時のトゥトゥトゥルトゥ、それ物件か。うわー、めっちゃ綺麗、たまらん。そして人がいなくて最高。めっちゃ綺麗、やばいですね、これは本当に何度見ても好き。サンロードも見ました。もうこの本堂からの景色もすごい良くない？すごい。
いい匂いがします。しかもほんとに人がいない。あれも、まあ、後で。いやー、人がいなくてちょっと怖いくらいですか。広いんだね、こんな。はい、あー、知らなかった。ごめんなさい、手ちゃんと洗ってなかったね。右側から土足の部分が消えちゃってて分かんないけど、土足のままでいいんだ。うわーすごい、ちょっと怖いけど、うわーすごい、見てください、景色がもうやばい。びっくりした。すごいびっくりした。ああ、体として最高。岩もすごいでしょ。わあ、金がございます。やっちゃおうかな、やっちゃおうかな、やっちゃおうかな、やっちゃおうかな。せっかくだから朝一の金付き行ってみましょう。できなかった。そうだよね、そりゃそうだよね。振り出しおみくじっていうものを見つけました。せっかくだからやってみちゃおうかしら。待て、上下左右、あ、なんか凍ってる。よっしゃ、君に決めた。ん？これは6でいいのかな。 6？ これ 6だよね。なんかクシュクシュクシュってしょ、多分6だろう。6番、こちらですね。自分で取るってなんか新しい。来い、いいよ。それでは3、2、見えた、3、2、1、ドン。お、吉。こう、私こういうのドキドキしちゃうんだよね。やや窮屈さを感じながらも充実した毎日を過ごせそうです。過去のつまらないことは忘れて目標をしっかりと見つめ、達成するだけの意欲と行動力を持ちましょう。何かと気苦労をしたり体力を使うことも増えそうですが、この時期の努力により今後訪れるチャンスをものにできるかどうかの分かれ道になります。めちゃくちゃ今の私にぴったりじゃない。超当たってる。仕事交渉、新たな目標を打ち立ててみては苦労も多いが後で有利になる場合も多い。健康体調、不慣れなことをして怪我や病気をする暗示あり。あら、無理を感じたら早めに休憩を。分かりました。恋愛縁談、今しばらく期待できそうが、近いうちに必ず素晴らしい相手に巡り合える。イエーイ。学業、技芸、多少のつまずきがあっても目標に対する熱意を失うな。とにかく目標を持っていけということだな。ちょっとこれは今の私にぴったりだったなと思うので、もうなんか素晴らしい。ありがとうございます。私今これは持って帰ろうかな。すごいいいやつ。うわー、これすごいね。御朱印帳見て、バッグ持ってないリュックをどっかに置いてきてしまいました。今びっくりした。財布しかないと思った。ここやなお見事、あそこに忘れております今気づいてよかった。びっく
くりするよね、本当にね、こういうの。よかった、忘れてそのまんまじゃなくてよかった。財布だけは持ってたんだよね。でもね、財布と携帯持ってるからなんとかなった。もうね、すごいでしょ、このね、大学生の時こうやって椅子に座るじゃないですか。そうするとここふわってなるじゃん。でなんかそのまんまこうスル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 って抜けて肩から。でもそれに気づかずにそのまんま普通に授業を受けようと思ってこうやって座ってこうやって下ろそうとしたらなくて、リュックが。で、あ、リュックがないってなって、その時に初めて気づくと。天才だって、本当に天才だと思います。うわ、もう本当にこの景色も何度見てもいいですね。さあ、そしてずっとやってみたかったこちらに行きたいと思います。よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。復元された鎖で登れる、鎖で絶景保護の、鎖修行でございますね。修行行ってみたいと思います。石槌山鎖修行、この鎖をこう登っていくみたいですね。すげえな、これ結構本気で修行ですね。もうちょっと怖いけど頑張って行ってみたいと思います。ただいま途中経過、ちょっとこれマジ修行っていうかめっちゃ怖い。今ちょっとここまで登ってきたんですけど普通にね、やばい。しかもまだ残りがあります。ロッククライミングみたいですよ。もう修行だ、頑張るぞ。足が怖くて足がプルプル震えてるけど、それでは頂上の景色、3、2、1、てってれー。すげー、あーて足が震えるよ。すごい、でも天狗になった気持ちですね。なんかアメリカのポテトチップロックみたいだ。そんなことないか。うわ、すごい、このすごかったです。これは結構ガチ修行だよ、みんな。ああ、怖い怖い怖い。しかも戻れないっていう、そこの場所に。これ結構皆さんもし登るときはちゃんとした格好で来た方がいいかも。格好というか、いて松が刺さった。あー、もう本当に綺麗、海も綺麗ですね、すごく。ちょっとどこに私連れてかれちゃうんだろう。怖くて泣きそう、どうしよう。あー、蜂がいる。あー、どうしよう。こっちから行けばいいか。私ゴキブリでも手で触れるぐらいなんですけど、ハチだけがどうしてもダメでですね。あっ、お粗末様でした。司教大使、広報大使様。私昔ここに来た時に、そのなんか広報大使みたいになりたいなってね、ブッダにも憧れておりますが、そう思って皆様の幸せを願って修行される、そんな自分になりたいなって思ったのを覚えています。まあ、間違ってる情報かもしれないんですけどもね、その広報大使様は、大使様、広報大使さんは、まあ、皆さんの幸せのために自分が苦しみを味わって、そして皆様の幸せをこう届けていったっていうなんかで読んだんだよね。だから自分もそうなりたいなと思って、私も今いろいろ苦しくて悩んでることもあるけど、それを乗り越えた時に今度私が皆さんにその乗り越え方をこうやってやるんだよっていうことを導けるように、だから今自分は向き合いたいなと、ずっとね思ってたんですけれども、腹が減って死にそうだとして、汗やおば。ぜひね、
善光寺、本当に本当に素敵なので、ぜひこれを景色生でね見に来ていただければと思います。それでは皆様、これからの旅にね、私もしっかり今日言われたねことを心に頑張っていきたいと思います。最後に綺麗な景色で終わりにしてお別れしましょう。台風接近中でね、雨降ってきたんですけれども、明日がちょうど8月15日終戦記念日ということで、ここは絶対欠かせないなと思ったので、皆さんに伝えたいなと思って写させてもらおうかなと思います。広島といえばですね、原爆ドームまでやってまいりました。去年ね、アメリカの、第二次世界大戦の資料館にアメリカの方の行ってきたんですけれども、本当に一番ショックだった、日本人としてすごいショックだったのが、その世界でも広島と長崎だけがね、こうして原爆を落とされている中で、全然そんなにこう他の戦争と何ら変わりない扱いをされていて、いや、なんかそれは私が日本人だからそう思うのかもしれないんですけど、なんかすごく衝撃だったというか、ショックだったというかね、改めて久しぶりにここに来たんですけれども、ちょうどちょっとリアルタイムでね、明日が、平和記念じゃなくて終戦日なのでね、私はじいちゃんがね、戦争孤児で、すごい苦労しているので、で靖国にはひいじいちゃんが祀られてたりもします。なのでどうしても他人事には思えないですけれども、まあでもなんかこうアメリカ側からのその原爆だったり、この戦争ってものの見方だったりがですね、まあ、当時私のね、その知識のない英語力で私が感じたことなので正しいのかわからないんですけれどもね、感じるものはすごくたくさんありました。でもやっぱりアメリカもなんか誰も平和になりたくない人なんていなくて、アメリカも平和を守るためにやったんだっていうのが、それが正しかったどうかは分かりませんけどね、きっとね、気持ちはみんな一緒で、平和を願っているのはきっとアメリカも変わらないと思っていて、当時行った時はですね、なんでこうそんな資料館も作ってるのに今でもあの国は戦争を続けてるんだろうとか、いろいろと理解ができなかったなと思ってたんですけども、なんか今は少し気持ちが変わってきて、まあなんか広島でこの原爆ドーム、原爆平和記念館で口にする、言えないですね。ただただもう二度とこのようなことが起きないでほしいなと、忘れないでほしいな、何年経っても残してほしいな、そう思い、そんな願い祈りを込めて、私もちょっとだけね手を合わせてこようかなと思います。そして広島に来たらもう一軒皆さんにご紹介したい場所がございます。私のお友達がやっているゲストハウスでってれん、前来た時はですね、古民家のシェアハウスだったんですけども、本当に作っちゃったゲストハウス。
総理ごめんなさい。すごい続々と。混じってる。こちらの作ったコウ君でございます。イエイ、ちっちゃい久しぶり。イエイ。え、これもうどんくらい経って？経って2年とちょっと3年目です。すごい、3年目でもうこんなに大繁盛、すごいですね。めっちゃ素敵。もういつか私はここでライブをやるのが夢でございます。今日するか今日タイムだし。最悪の状況になったらちょっとお願いするかもしれないですけども、はい、普段ここは昼もやってるんだよね。昼は週末だけ。週末だけランチ営業。わあ、食べたい。ランチか、まあ、カレーとコーヒーとアイス。お、めっちゃ食べたい。おすすめはこれ。おすすめは、あ、全然こうの顔映ってるから。全部ですね。全部イエイ。全部それぞれの思いがあるので、コーヒーは神戸から、うーん、焙煎してるところから。で、アイスは岡山から。あ、岡山。おー。で、カレーはあのここの商店街のあのターネルサンダーこと82歳ぐらいのおばあちゃん。はいはいはい。カーネルサンダーがいるんだここに60歳から起業して、すごい。20年間お弁当屋さんやってた人が。さすが広島。楽しみ。ちょっと今度来た時はぜひ皆さん泊まりに来てください。ぜひお願いします。コウ君です。今日はあのパレスチナとイスラエルだと。すごい。東京の学生が。あ、学生なんだ。大学生がみんな来て。すごい。6日間いろんな体験とディスカッションと。すげえな。なんか本当に形にしちゃったのが本当に尊敬します。私はもういつも崖っぷちですぜひぜひ園に泊まりに来てみてください。ありがとう。ということでやってまいりました、私の大好きな場所広島八丁堀金座街ですかね。銀座街、金座街、金座街やってまいりました。もうね、あの一番最初にですね、ヒッチハイク一人でして歌ったのが実はここの場所なんですけれども、せっかくね今日ここ空いてるのでここでやってみようかなと思います。今日もなんとサラリーマンの方がバナナが来てくれた。そしてピンクの方まですげーぜ。神奈川からなん、これ知ってるみんな。これめっちゃうまいんですよね。これ食ったことないだろえ、これいつものあの豚ホルモンのやつじゃないんですか？違う違う、これまた違うの？めっちゃ専門店で買った。これでもうまい。ビールのつまみに最高な。またゲットしました。今日も楽しく頑張りたいと思います。ということで今日は8軒目行ってみたいと思います。イエーイ。もうなんて、もう始まってる。こんな遠い広島がホームタウンなんて。危ない。でってれー。ちょっとこれは台風が来る暑さなのか尋常じゃないです。汗が。あ、バターさん完璧じゃない絶対。じゃあこの広島もね、貼らせていただきたいと思います。茨城県からやってまいりました47都道府県の旅、本日8軒目でございます。イエイ、広島。広島に来るのはたくさん来てますが久しぶりでございます。ここは、私が昔ヒッチハイクの旅をして初めてここに歌いに来た時が、ここで歌いました。今日はそんな思い出の場所で歌っていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ねえねえ準備はいいかい、今日は来てくれてありがとう。ねえ
くれかい。あたしの思いのこもった歌をそこらつぐんで生きてくろう。茨城県からやってまいりました、生きづらい系シンガーソングライター風見静香と申します。台風が来ておりますが元気いっぱい頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は広島に来てくれて本当にありがとう。あたしとても嬉しいよ。相変わらずね、もういろいろバタバタなんですが、8時になりましたので始めさせていただきたいと思います。本当に今日皆様集まってくださってありがとうございます。みんな無事に帰れるように、お届けしたいと思います。聞いてください、アルバムの中からいつさて。うわー、ありがとうございます。すげえ。うまくいかないことばかりで頑張ることもなんか疲れた。やりたいことわかんなくなって、生きる理由も帰れる場所もなくて、もし今この道を選んだらもっと楽になれるんじゃない、自分泣けなくて泣くのも疲れた。もし今この道を選んでもうまくいく保証なんてない、自分にはどうせ無理だなんて答えはない、雪の横には成長が、成長の横には恐れが座って、皆様3歩ぐらいちょっと前で言いますか。ありがとうございます。大丈夫かな、これで。鼓動の国は世界が、正解の横には間違いが座ってる、いつだっていつだって。ありがとうございます。希望の横には絶望が、絶望の横には希望、it's time.
空いてるのか、あの靴が牡蠣に見えてしょうがないはい見えるよね。ありがとう。 Thank you. Where are you from? ベトナム。わお、昨日のベトナムのことがね、聞いてくれた。ということでね、まあ今こうして旅に出て、やってるわけなんですけれども、なんかこうやっていく年数が増えれば増えるほど、いろいろとなんだろうな、初めてここで歌ったあの時みたいな気持ちじゃない自分がいて、なんかもっとこうやってやったらいいのになとか、それじゃダメだなとか、なんかすごくいろんな思いがやってると浮かんできます。初めてここに立った時はそんなことどうでもよくて、とにかくここで歌えてる自分が、ここで歌った自分がよくやったって思えた、そんな自分がいました。長く続けていくとなんとなくこうなくしてしまうものというかね、あの頃の気持ちがどんどんなくなっていくような気もするけれども、やっぱりこうしてまたここに立つと、あの頃の自分が戻ってくるような、そんな気がしてます。ずっと、歌い続けてる一曲お届けしようと思います。聴いてください。人でいたい。なんかその生きづらいって何ってよく言われるんですけど、私が思う生きづらさって、なんかこうこの国は自分を持つことを許されないなと思ってます。なんか自分を持って自分を表現したり、みんなと違う意見を言ってみるとなんか叩かれてしまったり、私もなるだけ人と一緒、みんなと一緒、なるべく出ないように出ないようにって、そんな風に自分を殺して生きてきた自分がいます。それでも、せっかく生まれてきたからにはね、自分を大切にしたいなって、怖いけど勇気がいるけど、一人一人の心に思う感情だったり、今こうして出会ってることだったり、全部どんなこともいいことも悪いこともポジティブなこともネガティブなことも全部全部神様がくれたプレゼントなんだなって最近そう思えるようになりました。今こうして出会ってくださってる皆さん一人一人に、私から、一曲プレゼントという曲をお届けさせてください。聴いてください。プレゼント。神様は君にこの世の中を幸せにするために、君には取ってうまく回ってる、何も意味なかったら僕たちきっと出会うことはなかったんだ。全ての人にここにいる意味があって、そんなの深く考えなくていい、それは勝手になってるもんでいい、全ての人にここで生きてく義務があって、それでいい、それでいい、君は君をもう迷わなくていい、いい。神様は君に照らしてしくて闇を見せたんだ、簡単なことさ。聞いてくださってありがとうございました。君は君を大切にしていればいい、何もできなかったら僕たちきっと出会うことはなかったんだ。
全ての人にここに惹かれるものがあって、そんなの深く考えなくていい、それは勝手に感じるもんでいい、全ての人にここで輝く義務があって、それでいい、それでいい、君は君をもうなくさなくていい。すると悪く言う人もいるだろう、何を信じたらいい、息苦しくなる世の中だけど、こんな時代に生まれてきたことだってきっと意味がある、君じゃなきゃできないことが苦しくたって笑えるんだって、そうやって君はきっと生きていくんだ、どんな時だって希望を忘れないで、大丈夫さ、君が思ったようになっていく、一人ぼっちで苦しいことは一緒さ、だって人は一人で一人だから、ああ泣いたりしないで迷ったりしないで、ここに呼んだんだ。ありがとうございます。風見静香でプレゼントをお届けしました。ありがとう。ということでね、ありがとうございます。足を止めて聞いてくださって、今日ね広島について、久しぶりに原爆ドームとか、平和記念館もね、中にはちょっと入れなかったんですけど時間の関係で、久しぶりに見てきました。明日がね実は終戦記念日なんですよね。すごいなんかこのタイミングで広島に来れたことが、またなんか意味があったなってすごく感じてます。私はじいちゃんがね、ひいじいちゃんは、戦争で亡くなっていて、靖国神社に祀られています。でじいちゃんはね、戦争孤児ですごく苦労した人です。去年アメリカで、行きまして、アメリカの世界第二次世界大戦の記念館にね、実は行ってきました。あっちから見たこう広島ってどうなんだろうなって知りたくて見てきました。悲しいかな、私は日本人だからそう思うのかもしれないけれども、本当にたくさんの戦争をしている中の一つでしかなかったです。あの広島という原爆が落とされた広島長崎、すごく日本人としてショックでした。でも唯一落とされてしまったからこそ、この国が教えていけることを伝えていけることは絶対にあるなと思うし、やっぱりもう二度とあれは起きてほしくないなって、本当に私が何か言うことで別に何かが変わるほど、大きな力はないけれどもね、そんな願いを込めて、祈って残していけたらいいなってすごい感じています。きっと私たちが多分最後ですよね、こう生の声を聞けたりとか。だからこういう仕事をしている以上ね、伝えていけることは伝えていきたいな、そう思っています。さっきのねプレゼントって曲じゃないけれども、こうやって今私たちがこうやって生きれてることも絶対にあの時頑張ってくださった皆さんがいたから今こうしてここに生きれてる。
なかなかこうそういう気持ちって持ちにくいけれども、きっとそういうことを思わなきゃいけない日なんじゃないかなって私は思ってます。明日という日は、なんかもうすごい深夜みたいななんか2時ぐらいみたいな感じになってきてますね。ということでね、そんな、この曲は、震災が起きた後に書いた一曲です。いろんなことあるけれども、こうやって歌を通して歌があったおかげで今こうして生きれてる自分がいます。いろんなことあるけど今日もこうやって駆けつけてくださった人がいたりだとか、足を止めてねわざわざ座って聞いてくださったりとか、本当にそんな皆さんに私めちゃくちゃ救われてます。そんな思いを込めて、次の曲歌って、今日このステージを終わりにしようかなと思います。本当に来てくださってマジでありがとうございました。それでは聴いてください。風見静香で生きてく。苦しんでる、あなたの知らないところで誰かは泣いてる、あなたの知らないところで誰かは寂しがってて、あなたの知らないところで誰かは叫んでる。生まれてこなきゃよかったと思ってしまう日もあるけど、私は生きてく。生まれてこなきゃよかったと思ってしまう日ばっかでも、あなたがいてくれるから私は生きていく。喜んでる、あなたの知らないところで誰かは笑ってる、あなたの知らないところで誰かは嬉しがってて、あなたの知らないところで誰かを救ってる。生まれてこなきゃよかったと思ってしまう日ばっかでも、私は生きてく。生まれてこなきゃよかったと思ってしまう日もあるけど、あなたがいてくれるから私は生きていく。
日は来てくださってありがとうございました。風見静香でした。みんなどうもありがとう。また広島に戻ってきます。ありがとう広島。せーの、ありがとうございます。おまけ。はい、ということで今日広島8軒目無事に終えることができました。台風もね、なんとか、まあ明日がやばいみたいなんですけれども、特に広島は影響なくね、雨もね少なくて平和にやることができました。本当に今日はたくさんの人がですね、来てくださって、もうなんか正直ここ数日なんか、まあ、自信をなくしていたのでって、また結局お前ネガティブかよって感じなんですが、なんか自分はやっぱりもうなんだろう、私の歌ってもう力がなくなってきてんじゃないかなとか、流行んないよなとか、なんかすごいいろいろそういうネガティブな自分がいたんですよね。でも本当に今日来てくださった皆さんは本当に自分の歌を聴きに来てくれた人たちだなっていう気がして、なんか本当風見静香を見に来てくれたんだなっていう気がしてですね、なんかすごくすごく自信をもらいました。愛をめちゃくちゃもらいました。めっちゃ充電してもらいました。本当になんかすごく今この旅始まって以来ぐらいすごく温かい気持ちにさせてもらってます。本当に支えてくれる人こんなにいるんだなって、待っててくれてる人がこんなにいるんだなって教えてもらいました。もう絶対広島はまた来ます。もう本当にあそこは大好きな場所なので絶対行きます。待っててください。またぜひ。本当にもうありがとうございました。もう本当にありがとうございましたです。もう何回も言うけど、しかもね明日は台風が来るかもしれないって言って、今日は遠方からね、埼玉とか関東だね、神奈川の方からとか、遠征でも来てくださった方もいました。もう本当にありがとうございます。もう路上のやり方とかノウハウとか、もっと正しいやり方とかあるかもしれないけれども、私はやっぱり風見静香スタイルで、歌を聴かせたいなって思うから、枚数ではなくて歌を聴かせたいから、しっかりと届いて、そんでもう CD 買ってもらえたらラッキーぐらいでね、まずは歌を聴いてもらえ、もう本当聴いてもらうためにはやっぱ短くするとかね、いろいろしなくちゃいけないんだけど、やっぱ全部が全部大切なので、これは私の自己満かもしれないけれども、それでもやっぱ届く人には絶対に届くと思うから、やっぱりそのスタイルで頑張りたいなって思いました今日。一日ね、途中から雨降ってきたり、今日はもう朝7時6時半ぐらいから起きてるんでね、朝からお参り行って、なんかすごく充実した一日になりました。今日のこの気持ちを忘れないで、この気持ちを持ったまま、明日もどうなるか分かんないけど台風、明日もねなんとか台風が早めに去ってくれて夜はできると私は今信じているので、抱負の皆様でね、山口でも待ってくださってる方がいるので、なんとかやれたらいいなと思います。まずは広島、本当に出会ってくださった方、全ての人たちありがとうございました。また広島に行くから待っててね。
最後までご視聴ありがとうございます。旅の様子を YouTube でお届け、チャンネル登録お願いします。